橋本さんもこんばんは。仕方並んで、はいさんこんばんは。ヒロさんもこんばんは。皆さんこんばんは。お仕事ね、お仕事先集めようだと。でもお休みゆっくりできました？食事券おもろいって見ました？私のツイッター、久しぶり、元気だった？元気だった？久しぶり、久しぶりかな。ひろあきさんライブ中も、ライブ中はやばい。元気さんおはよう。6冊もゲットしたんですか？ついよついよ、さあ乗ってこい、道乗っていこう、ノリノリで行こう。よいしょ、ここに、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここに時計を置いてます。1分経過。エミちゃん書いてくれた、エミチーズの絵持ってます。だってやばい持ってって何し、どうしてます？タツヒロさんウィッツノリノリやで。チャキベイさんこんばんは。昨日酔いつぶれてました。大丈夫ですか？そんな飲んだん？元気でよかった。元気だよ。エミチーズ亀井大美香のエミチーズですよ。知らんの？いいね、ありがとう。こちらこそありがとう。やっとですね、皆様明日で、イベント終了となります。はい、明日でイベント最後です。今日はイベント終了前日ということなので、皆様ぜひ、持っているお星様を全部投げてください。そしてカウントもお願いします。よーいスタート。今陶器暑かった？陶器？フロマージュやで、せやで。え、今日髪の毛染めたんですか？黒から明るく、いいな、私も明るくしたい。最近このパターンが多いって。どのパターン？大事に保管してます。何枚のあれを保管してるんですか？100枚中の1枚とかやったらあれやけど。あ、BPM さんこんばんは。あ、モンケンさんのイベント行ってたんですね。池さんお帰りなさい。みっちゃんさんこんばんは。楽しかったですか、イベント？餅と花束どっち選んでくれ。餅と花束？花束、お餅の話？餅って、酔いつぶれるパターン、酔いつぶれるパターンばっか。酔いやすい、結構酔う方？元気さん酔うぐらいまで飲んでまうやつ、それか結構飲む。飲みたいな、私も久しぶりにいっぱい。そんなの別に飲むタイプじゃないんですけど、飲むときは飲むって感じかな、よく言うのは。うん、みんなカウントしてくれてる。花束両体、花束投げるわ。投げてくれるの？本当に？神奈川県の皆様、このイベ買った道を毎週テレビ神奈川で見ましょう。YouTube でも見ましょう。見てください。久しぶりの生もんきゅんでした。いいな。そうでもないんだけど疲れが溜まって。あ、お水いっぱい飲んでください。達弘さんお花ありがとう。ナイスです。やっと花束もらった。嬉しい。お餅もあるの？お餅ってどんあるんですか？よいちさんこんばんは。お餅あんま知らんかもしれへん、私。あったっけ？ギフトにお餅なんぞ。なんぞ。よいしょ。お花素敵。イエーイ、素敵。いただいちゃった。お花。花いただいちゃった。お、ズッキーこんばんはです。こんばんは。ズッキー約40分くらい寝る。あ、40分くらいやったんですか？もうちょっと長いと思ってた。勝手にね、完全に。勝手に。あ、お餅。これお餅なん？お団子ではなくお餅なんですか？やったー、達弘さん。あ、そっか、お餅か。団子三兄弟団子。
約60分楽しそう、いいな。ねえねえ、ありがとうございます。たとゆるさん、はあ、うーかめなこさんだ、お疲れ様、パイとかわいい、ありがとうございます。だんだんだん、ありがとうございます。上広さん、お疲れ様です。やっとゆっくり会いに来れた。今日はお休みですか。たつひろさん、まさか2個ともあげるなんて思ってなかった。私がお餅なんてあるんって言ったから。でそれお団子って呼んでる、お餅じゃなくて。東京もあるんや。なるさんゲスト、いいな、楽しそう。たくさん、オラ無音中リールズサズスザックさん、こんばんは。こんばんは、全く思ってない。さすがやな、優しいな、さすがですね、さすが。コーチさん、お疲れ様です。あ、池さん今移動中なん、移動中なう、なうなう。え、エミティー、ユユーティー、2週カウント終わりに、ありがとう。つかさん、ナイス、さすがです。みっちゃんさん、ファンレベルアップです。ともちさん、ナイスナイス、ぶどう、ありがとうございます。2個もぶどう、ナイス、ありがとうございます。イエイ。いっぱいぶどう、ありがとう。ともちさん、10個でボーナスゲット、さすがです。1枚ないけど絵を描いてレミさんの印象がすごい記憶に残ってましたって。そう、絵描くの好きなんですよ、下手くそのくせに。お花見イベント、お花見、お月見イベント、間違った。お花ではお月見にしなくて、お花見って言ったやろ。マーキュンイベント、多分前田玲子も来て、あ、そうなんですか。横道さん、こんばんは。ぶどう美味しそう、シャインマスカット食べたい。やんちゃくるさん、えみちいらっしゃい。ジョナさん、こんばんは。やっぱシャインマスカットって美味しいですよね。シャインマスカット、お、トモネギさん、ハートいっぱいだ。お花見は春やわ、なんでか知らんけど今お花見言うてもうた。完全になんでかはわからん。お月見です。お、みってこう言ったらお花見になってしまう。お月見あんま好きじゃない多分。トモネギさん、ハート100個ナイスです、ありがとうございます。うん、何、南房市12年投資、ありがとうございます。お星様来た、キラキラキラ、うん、ありがとうございます、ナイスです。イイ、社員さんしか食べれないブドウとは。マッコイさん、こんばんは。こんばんはです。ちょっとシェアしようと、ツイッターにシェアします、参照します。ありがとうございます、玉ねぎさん、ありがとう。シャインマスカット、父親から送られてきた、東京だと。めっちゃいいじゃないですか。シャインマスカット食べたいですね。美味しかった、食べた、もうシャインマスカット狩りに行ってみたい。シャインマスカット狩りなかなかない、なんか、ね、テレビでやってた、シャインマスカット狩り。シャインマスカットイコール社員さん、あー、そういうことか、社員、なるほどね。違うよ、元気さん、違う、感じが違う。カツオさん、いらっしゃいです。南房市12年、すごいな、ね、ここがかゆい。指がかゆい。バスツアー、私と、私すぐ乗り物用意するからバスの中でずっとこんな感じだと思うけど。友達さん、いらっしゃい。またいらっしゃいじゃない。私住んでるとか、ぶどうの産地なんでいらないほどもらえます。ちょっとちょうだい、代わりに食べてあげる。そう、タカさん食べたんや、いいな。前のゴルフ帰りに茨城にあった、いいな、食べたん。違ったか、違う、シャインマスカット狩り、茨城まで行かなあかんの、ちょっと遠いな、大阪から考えるとね。バス苦手で、乗り物が苦手、全般乗り物全般苦手で、すぐ酔う、三半規管弱くって、そう、すぐ酔います。現地集合で。現地集合、現地解散でお願いします。多分バスでこう盛り上げるみたいなことは絶対できないですね。なんか盛り上げれるバスのあれってさ、なんか後ろ向いてこうマイクで喋ってイエーイみたいなとかさ、ゲームしましょうとかさ、できるかもしれないけど、絶対無理やもんね。
初見です。初見、本当に初見ですか。こんばんは、トッシーさん。その時はふうかさんと言って YouTube 撮ろうか。あらら大変。そう、乗り物用意するタイプで、本当になんか新幹線でも酔います。車はもうぼーっと寝といたら大丈夫やねんけど、そう、多分、あ、違うな、これは名前変えたな。さては、茨城市は山本彩花と坂好み。茨城市出身なん？そんなのなんで知ってる？言ってたん？三半期間これからアイススケートで鍛えるか。くるくるめまる。アイススケートやったら鍛えれるんですか？三半期間って鍛えれるん？ヘリコプターやばい？ヘリコプターってそんな揺れる？ちなみに私飛行機は今まで寄ったことはないです。一応バス旅行の司会は埼玉の電気屋さんにお願いしましょう。あ、司会者ってことかな。もうそれはな、私いらんな多分ほんなら飛行機は寄ったことない。一応まだ、いっぱい乗ってるけど。ゆうやくんこんばんは。ひでさん初見です、いらっしゃい。なんでって言われてる。なんでやほんまに。フェリーはやばそう。ギリギリミヤちゃんこんばんは。玉ねぎさん、だるまさんいっぱいありがとう。自家用車運転すれば乗り物や服を防げるはず。慣れる？運転したらいけるって言うよね。乗り物や、いや、スペインは全然ね。スペイン飛行機は酔わへんね。はじめさん意外と出身地の〇〇市みんな知ってると思うで。やって、そうなの？私のこと知らんやろみんな。深夜バスは無理やなって。深夜バスは寝てたら大丈夫。うわ、玉ねぎさん、だるまさん100個ナイスです。だるまさんが転んだ、ありがとうございます。イエイ。アバター着てるから初見やないな。確かに確かに、ほんまや。初見はアバター着いへん。新たな海なら間違いなくダメ、絶対無理だと思う。玉ねぎさん音符ありがとう、ナイス。コーヒーカップと時か時かのフェリーとお酒ですけどってことはありません。時かって何？お酒で酔うとちょっと違うけどフェリーあるある NMB2 の曲。めっちゃ実家が引っ越ししてるからなーって。そう、引っ越ししたって私言ったよな。近鉄特急島風火の鳥、何それ。初老です。あ、出た。しけって何。出しても明日は坊ちゃんからのブルータス、楽しそうすぎる。レジデンス席あ、コナン君見てるの。うわ、びっくりした。どうしたん、ちゅうちゃん。ちゅうちゃん、どうしたちゅうちゃん、ここにいます。しけって何。え、大丈夫、楽しみよ、楽しみにしてて。明日はラストの日やか。明日は皆様日曜日なのでよろしくお願いいたします。参加で、全員参加でお願いします。ラスト日なので。昨日は4位まで行ったんよ皆さんね。今日着いたらもう5位に戻ってて、そう、すごい悲しかったんですが、まだチャンスはあると思うのでまだ頑張ります。ホームセンターコナン、コーナンやそれ。あ、海が荒れること、時価、死刑か。なんで時かって書くんやろ。アバエビさんこんばんは。あー、ズカさん間違った。なんでズカさんって言った。ただゆきさん、キラキラキラ、お星様ナイス、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうただゆきさん。イエイエイ。ただゆきさんただゆきって書いてへんからな、名前お感情が怖いやつ。トップまでのポイントはあまり変わってないから大丈夫よ。だってよっしゃ、頑張るしか。チップさんこんばんは。
さん、ない、お星さんもナイスありがとうございます。今来てくださった方全員ありったけの自分が持ってる星を投げてください。お願いします。明日でイベント終わりなのでありったけのお星さんも投げてください。じゃあ集めてきてくれたってありがとう。助かる。助かる。な、ちゅうちゅう助かるな。ありがたいな。ありがたいな。ありがたい。ありがとうございます。ロカンドロスさん、こんばんは。特急シナノでも乗ったわって。列車で持ってる星全部投げて、ありがとうありがとう。カウントも皆様お済みですか。ゆうやくんお誕生日おめでとう。やんな、あれちゃう、よいしょ、捕まえた。ジロリアン捕まえた。配信出る、配信出る、出ようか、うん、ちょっと待って、抱っこしていい、せーの、よいしょ。はい、こんにちはってみんなに、はい、ちゅうちゃんこんにちはって、こんにちはは、ちゅるる、ほらこんにちはは、こっちこっち、画面こっち、ほれ見えへん、いや、いやか、いや、やってラスト20代。今日は一日、いい一日やった。おめでとうね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアユーヤくん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとう、ちーちゃん、おめでとうって。焼肉最高やん。ちーちゃんこんにちはって言ってんで、ね、みんな、みんなこんにちはって言ってんで、ね、赤だるまと星選んでどっち？赤だるま、赤だるまかな。お、すごい、お月見ランキング52位やって。これランク上がったら何かあるんかな。チルちゃんこんばんは。クロちゃんと16歳同じ年。16歳じゃないよ、チロちゃん同い年じゃないよ、チロちゃんもっと若いな、な、若いな、チロルな、な、レイディーやから年齢のこと言わんといてって言ってる。あ、赤だるま、ありがとう、達弘さんえ、アマゾンギフトもらえる、うそやん。じゃあ、お月見投げるなら、お月見のギフト投げてもらったら、お月見のギフト投げてもらったらお得ってこと？月見バーガーもらえる？月見バーガー皆さん食べました？マオキュンさん27歳。ほんまやって書いてる。ほんま。アマゾンギフト。お月見のあれやんな、星使い道ないから投げていい、投げて投げて投げて、食べたことないなって。私もさ、月見バーガー食べたことないねん、実はないんですよ。亀田美香28歳せやで、28歳やで。アマゾンギフト券が最大5万円分、100位のライバーまでアマゾンギフト券、え、100位まで、え、すごい、私じゃあもらえるやん今、え、もらえるやん。あ、タツヒロさん、お星様ナイス、キラキラ、ありがとうございます、イエイ、やった。いらないギフトだったり使い道のないギフトは、皆様よかったら投げてください。投げてもらえたらむちゃくちゃ嬉しいです。さやかさんとみゆきさん、みゆきさんやって、ミルキーさん29歳ですね、一個上。お星様も嬉しいです。いちごさんこんばんは。もらえるようだって、やったー。この調子でいけば、あさってまででしたっけ、お月見イベントは。でしょ、 お天気ナビゲーター明日で終わり。確かに、すすきみんないっぱいくれたから、あと、クマもお城も多分専用、お月見専用やった、
多分ちゃうけど。さっきもお団子もらったしね、ありがとうございます。今イベントないなんて。お天気ナビゲーターは5位です。うわ、ずかさん、すすき、ナイス、ありがとうございます。ナイス、すすき。お月見はさっき50何位でした。お月見イベント、うわ、もう一個、すすき、ナイス、ありがとうございます。イエイ、やったん。お月見イベントやるよね。ちょいりこちゃん3歳、3ちゃい、山尾りなちゃん4ちゃい。急にどうした、池さん。あ、明日の23時59分までなんですね。うわ、明日でじゃあちょうど終わりや。もしギフト悩んでる方いましたら、お月見用のギフト投げてもらったら、ひょっとしたらアマゾンギフトカードゲットのチャンスみたいなので、もしよかったら悩んでた場合は、あのお月見用でお願いします。そしたら、あ、ゆりたさあさん、こんばんは。すすきナイス、昨日もリピしてたって。よし、よっしゃ、すすき、お団子、くまさん、お城、ほんと何やったっけ。なんかね、昨日ちゃんとチェックしたはしたんやけど、 なんか専用ギフトみたいなみたいやけど、あ、駅投げはお月見ギフトに決定やって、イエーイ、お月見ギフトありがとうございます。せっかくあるならね、せっかくあるならお月見ギフトかな。かーくん、こんばんは。こんばんは。だるまとお餅どっち。お餅、お餅、お餅じゃん。あ、お城は10連できんって。お城10連はやばいっす、やばいっす。でもお城10連やったら、もしお城10連やって10連できる方がいたら、クマ100連やったらめちゃくちゃボーナスもらえるんですよね。なので1個下げて100個、じゃ10個連続投げた方がボーナスもらえるので、皆様よろしくお願いいたします。もしよろしければ記憶の片隅に入れといてください。達弘さん、お餅ありがとう、ナイスです。こう、お餅なん、ほんまに。お団子じゃなくて、まあお団子もお餅と一緒か、どっちも好きじゃないからな私。あ、眠いな、眠いな。ちゅうちゅう、暑い、あなた暑いな、膝に乗ってると暑いな、ちゅうな。暑い、暑い、暑い。今配信してんのね、ここで配信してる。100連メモ、メモ。え、はじめさん、くまさん100連してくれるんですか。急な、急な無茶ぶり。たーちゃん、はじめまして、こんばんは。川室さん、こんばんは。皆さんいらっしゃいです。もしよろしければ、今皆様持っているお星様全部投げてくれると嬉しいです。来てくださった方、お星様投げ投げとカウントよろしくお願いします。吉川さん、こんばんは。チロちゃんがつーちゃんに聞こえて尊いです。だって玉ねぎさん、聞き間違いって言うね、それ。元気さん、そこかまってって。つーちゃんの特等席やもんな、あかんな。夏痩せしてない、夏太りしてる。あ、赤色のマントをまとった朝が歩いてくるさん、こんばんは。よっちーさん、毎度毎度毎度。エビバリーセイ。今日だいぶ私髪の毛伸びましたよね。髪の毛くくれるようになったもん。朝晩涼しい、昼間暑い。この季節はそうなるよ ね。もうセミも鳴いてないし、秋の音がするし。あ、3週カウント完了、ありがとうね、すぐたまねぎさん、あざます。お、マルちゃん、チラリチラリ。え、朝一からパチ屋行ってボロボロ。朝一からパチ屋行く能力がすごいよ。すごい、朝一から仕事行くみたいなノリで一丁儲けたろうと思ってた。また多分後ろも伸びたねって。そう、伸びた、だいぶ。セミ鳴いてる、ミーンって。結構まだ暑い。元気さんとこ冷麺は間もなく終了。冷麺食べたいな、な、冷麺食べたい。お、今日からダイエットスタート。え、
55キロはやばくない？今何センチなの？お団子100連ならお花見、じゃあお月見クマ100連はお月見クマ100連は違う、多分つくつく帽子。あー、それもセミじゃん。つくつく帽子はね、セミとは思ってない。だってつくつく帽子、つくつく帽子って鳴くやつやろ。だってあれセミはミーミーミーやん、私の頭の中で。夏のセミは。焼肉屋の冷麺はまだまだ。あ、焼肉屋さんは冷麺食べたわ私。みちに笑われる行動だったえ、すごいなと思って。朝からパチンコ屋さん行くのすごいなと思った。私の周りにおらんからさ。のりださんこんばんは。今日は変な天気、晴れたり曇ったり雨降ったり。もう天気も欲張りさんやからな。50完了。のりださんナイス。55キロってガリガリなんて。身長何センチ？なんか男性って60、70あるイメージやねんけど私。つくつく帽子は、西川のリオノのリオノのノリオの西川のリオのギャグ、ギャグ？チロルがおるねんけど見えへんな皆さんの。ギリギリ見えへん。ここにおるね。ワンちゃんが。ワンコ。ワンコ。マンコチロちゃん見えへんな。見えへんって言ってる。みんながお月見は無理かなって。今日がお月見の日？今日お月見の日ですか？かしもちみつぞうさんナイス、ありがとう。お団子せーの、団子さん兄弟団子ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。セミコースコンプリートありがとう。やちかさん、つくつく帽子実家で久しぶりに見た。見た、見たくない、できるだけ見たくないねえ。ありがとうございます、かちもちみつぞうさん。お、レインボー星さんもキラキラ。やちかさんありがとう。そういう今日が満月だって。なるほど、今日がお、ま、お花見なんや。あれやと思ってた、あの10月やと思ってた。なんか頭の中で勝手に。なんでやめんな。あーさんギフト。お兄さんこんばんは。でも天気不安定。あー見えへんか、そういうことか、見えんか。バンさんカウントありがとうございます。ドラさんこんばんは。15やか、そっか15や。お月見の歌ってなんかあったっけ、聞いた。雨めっちゃ降ってたさっき言って、やんちぐらさん曰く。やんちぐらさんとこ降ってた。Do we go young? Let me just stop. Hands up. お食事券、お食事券。次はガードビオクなぁ。シュエリーさんがもう私のツイッター見てくれた。あっちゃんこんばんは。うさぎうさぎってやつ、え、うさぎどんな曲、うさぎ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 、さくらさくら、牛タンの日な、食べたい。ずかさんかばば、え、もう一回。あ、白熊さんお団子や、それすげえ丸丸丸に見えるけどお団子や。パリゾンストップ。そういえばヤフーの地図、雨雲レーダーのアプリっての続きでのこと。あれ、あかんやん。おいおい、仕事してくれレーダー。月見バーガー缶忘れてた。月見バーガーまだ売ってるやんな。でもあ、今日食べたかったんか。ありがとうございます。欲しいシュー投げました。梅田さんファンなので応援ありがとうございます。本当にありがとうございます。梅ちゃんファンです。梅ちゃんファンの方ですか、バンさん。梅ちゃんですか。玉ねぎさんあと15分、しゃああと15分。 NY じゃあ FNS ラフ&ミュージック見ないといかん。大好きな AKB が出るから見逃せん。見ないと。三日月の背中やな、そりゃな。3週50カウントありがとうございます。ナイスです。うさぎみ何見て跳ねる、何見て跳ねる、なななななな空まなななうんうん
なななななな な, な違うな、これなんかのやつや、何やったっけ。 iPhone に切り替えた、おかえり。白熊さん、あかん、白熊さんといて、今から行くか、やめた。ウーバーはウーバー、 GPS オンにしてるのなんで。梅ちゃんファンです、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがたい。もしよかったら50分のカウントもよかったらしていってくれると嬉しいです。1コメント、2コメント、3コメント、4コメント、5コメントっていうのを50回分するんですけど、ちょっと大変なんですけど、それで50ポイント投げれることになるので、もしよかったら、皆様50カウントよろしくお願いいたします。梅ちゃん尊いわ、尊い、シャボン玉や、シャボン玉や。お、マジですか、池さん。ちなみにまだ中島健人太やってますよ。お、そうなん、なんかで、なんか最近出てましたっけ。うさぎおいしい、食べた、食べたあかんやろ。セミコースお届けありがとう、あ、50回お届けしました、まあさん、ありがとうございます、神です、ありがとうございます、本当にありがとう。うち失格、また NMB で勉強してやって。何を勉強すんの、あやつさん。うさぎの歌は NMB にやらへんで。のりださん、お花ナイス、ありがとうございます。ハルコン、ハルコンね、あね、三日月の背中はね、そう、ビーツ歌ったしね、いい曲、本当に。三日月の背中はでも お月見って思ったけど、満月じゃないからあかんな。三日月やもんな、満月の曲じゃないとあかんな、確かに。オタク釣り師渡辺、そんなんがあるの。ミルキー、ミルキーさん、みんないっぱいお星様投げてくれてる、本当にありがとうございます、本当にありがとう。明日でラストです、明日でラストになっております。まだ逆転できると思ってます、私は。はい、遠い壁かなって思うけど、まだ逆転いけると私はまだ思っております。はい、あのボーナスとかのポイントを利用すればいけるんじゃないかとまだまだ思っております。今日あとこの枠が終わったらあと1枠、そして明日あと3枠残ってます。これで終わりです。皆様もしよろしければ最後まで応援よろしくお願いいたします。ばあさん、フォローありがとうございます。梅ちゃんといえば心なしのソファー、いい曲、大好きな曲。ライブタグ、あと、あ、ハッシュタグお月見つけると今日目立てるって。お、じゃあ最後やろうかな。なんかえみつの配信見たら元気出たよって、元気だよ僕、ありがとうって。私元気を人に与えるパワースポットなので。あいつの強さ知ってるって。ステップし失敗してたから次振るね、お願いします。次、もう今回、次から来れる方はお願いします。フル行ける方お願いします。お天気ナビゲーター、お天気、梅ちゃん、ゼーニャン、ゆうこちゃんって書いてる。お星様投げてくれた川村さん、ありがとうございます。神様、ありがとうございます。あと10分で今回の配信終わります。そしたらご飯食べような。ちょちゃんもご飯食べたもんな。チロリンはもうご飯を食べたので、今日はあとはみんなのこと待つねんな。ご飯でも食べるときにちょっとだけキュウリ食べような。お、町岡さんこんばんは。デイリー分、今日も時間、今日も空いてない。そう、あの私が今なぜこの時間にやってるのかというと、遅い時間だとあんまり来れない方もいるので、そう、遅い時間に配信する日もあったけど、最後は遅い時間じゃない時間、ちょっと早い時間やけどみんながまだ寝ない時間に配信をしようと心がけて、で、あの早い時間にやってます。でもあんまり早すぎずちょうどいい時間かなっていうところを狙っての22時半からです。ヤンチクレさん、お星様キラキラ、ありがとうございます、ナイスです。デイリーブ、ありがとう、ありがとう。Touch me, I haveゆうさんこんばんは。敵ナビゲーターに、えみつとっても適任と冷静に思いますって、頑張らせていただきます。なので
皆様最後までもよろしくお願いします。ひげおやじさんこんばんは。やんちゃくるさん Now あと10分、あと10分、ちーちゃんあと10分だよ。待てる待てる、あと10分待ってくれる、あと10分待ってな。あゆカフェ、あゆカフェなんかあるんですか。あゆが泳いでんのかな。すごい、すごい。お月見ランキング52、ロスタイム10分、残り10分となりました。お星様やギフトの投げ忘れはございませんか。皆様よろしくお願いいたします。チロさん次は22時半からですよって。チロちゃん22時半何してる、寝てる。22時半、もうチロちゃん寝てるかな、お休みしてるかな、お休みしようか。配信する？チロも一緒に。ちょっと眠そうです。ストーリーのチロル可愛かったって。チロちゃんもういつでも可愛いね、ほんまに。もういつでも可愛いですわ。2週50カウントなんとか歌詞ありがとう。しんじさん本当にありがとう、ありがとう。アディショナルタイム3分、サッカーじゃん。ちゃちゃんおねむさん、私の膝の上に乗って撫でられてる。猫みたいな感じになってるね今ね。ちゃちゃん今猫のふりしてるもんな。落ちます。オッケー、しんじさんありがとうね。予約2週間でありがとう。お誕生日やのにありがとう。お誕生日に、お誕生日にお星様投げてくれてる、ありがとうございます。本当にわすごい、皆さんたくさん投げてくれてる、ありがたい。一応10回表かなって。野球やん。1400人、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。皆様お星様投げ忘れはないですか。夜までね、星補充しとく、補給しとく、お願いします。補給お願いします、お願いします。アイドル枠並び3人目にエミチだって。そう、亀田まだアイドル、ショールームでまだアイドルなんだって。私不思議な感じ、なんか髪の毛ボサボサやな。なぜか。あ、姉さんもツイッターあれですか、電話番号認証みたいなした。あ、レスターさんこんばんは。あれ、白熊さん絵文字やそれ。何言ってんの、ヤンチャクルさん。これ曲、電話、そう、電話番号をショールームに多分認証しないとコメントがもうそろそろできなくなるらしいですよ。私も今やろうとしててんけど、一回やったら違う電話番号を書いてて、なんか認証の番号が届かず積んでます。ミルキーさん好きやな、さては池さん。エミチから電話かかってくる、エミチから電話かかってくるのはトーエスララカンダ、トークポートです。トークポートもうちょっとで告知があるらしいですよ。SNS? SMS か、白熊さん電話番号2年くらい前に練習しなかった時そこに消した。あ、そうなんや、もうじゃあ完璧。しゅうまくんこんばんは。最終収録からありがとうございます。固定電話が安心、固定電話が安心なんですか。みやさんこんばんは。はい、ツイッター見るだけにしてる。エミカのコメントもしてください。トップこちらとど、こちらとどちらに課金すればいいんですか。トップポークと悩んでる、それはもうただゆきさんの判断です、ただゆきさんの判断です、お任せします。
私はもう応援していただけたらどちらも嬉しい。いや本当にいつもありがとうございます。皆さん応援してくれはって、認証せなあかんくなったら、そうえイベントも何投げても無意味になるからね。ってスマホの星なかなか覚えられん。プチ50カレーです。ユウさんありがとうございます。本当にありがとうございます。もやちくさん完璧やな。じゃあな、悩んだ時は両方ずかさん悩んだ時は両方変える、男前タイプ。1500人増えた、イエーイ。はじめましての皆さんこんばんは、神谷大美香って言います。私の肌はどちらも見せないで甘ぎますダメ、それはダメだぜ。ダメだダメだトークポート待ってます。玉ねぎさんトークポート大好きだから。はじめましての皆さんこんばんはです、神谷大美香って言います。ただいまガチイベ参戦しております。明日でイベントが終わってしまうので、もしよろしければカウントだけでもしていってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。星買うときはクレカがお得と最近ログインのために表示されるって。クレカでやったらちょっとボーナスがつくんだっけ、お星様のね。チロルの毛がさめっちゃついてるねん顔に。星集め捨て星さん表示投げカウント慣れてこないとなかなかいいかね。そうね、ショールーム難しいよね。悩んだら両方やめるもあり、ダメだよそれは。カズさんこんばんは、ホテイトグループ待機の方もカウントよろしくお願いいたします。ブラウザからクレカで買うとレインボーがもらえる、これですよ皆さん。ギフトを購入検討している方はブラウザからクレカで買うとレインボーがもらえます。アンちゃんこんばんは、アンちゃんさんこんばんは、はじめまして。夜までに少しよろしくお願いします。ごめんなさい、ありがとうございます、ありがとうございます。神レオさんこんばんは。星投げてる人は貢献ユーザーで自分の名前がある場合は認証ができます。要確認です。そうですね、貢献ユーザーで自分の名前があるかどうかを確認してもらって SNS な番号をつないでない方はひょっとしたら星無意味になってるかもしれないのでチェックお願いします。なので慣れると思う余裕。柏本みそさんファンレベルアップナイスです。そんな困難をお話ししているあと2分で終わりになってしまいました。あと2分で終わってしまうので先にランキングを読ませていただきたいと思います。ではいきます。13位ムッさん、12位鳥親父さん、11位ヤンさん、10位はじめさん、9位ヤンチャクレさん、8位ゆきよさん、7位シカと並んでハイさん、6位ズカさん、5位玉ねぎさん、4位ナンバオシ12年トッシーさん、3位ともっちさん、2位ただゆきさん、そして1位は柏本みつのさんでした。イエーイありがとうございます。あと2分ですね、ここで今時計見ております。私ここで時計を確認中なんですけれども、もうちょっとで終わってしまいますね。あと1分や、え、お前あと1分で終わります。いや本当に、夕方の配信もそろそろ終わりの時間となってまいりました。皆さん本当にありがとうございました。それでは夜は22時半からやりたいと思います。ランキング反映しないところで投げるやつってランキング反映しないところで投げちゃうの、え、なんか投げてくれた今、え、やばい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 、なんだって本当だ、ランキング今やったら1位になれるというところに、ただゆきさん、ナイスくもさんです。くわありがとうございます。せーの、ありがとうありがとう、すごいです、本当にただゆきさんありがとうございます。皆さんただゆきさんに拍手です、最高、これありがとうございます。くまさんすぐ消えちゃうのかな、お月見くまさんゲットしました、ありがとう。そんなことになっちゃったらもう45分になっちゃったので終わります。ジャンチクルさんキラキラ大島ありがとうございます。皆様もうちょっと、ただゆきさん本当にありがとう、ちょっと喋りたいねんけど45分になったから切るね。本当に皆さんありがとうございました。また夜に会いましょう、ありがとう、バイバイ、またね。